こんばんは、入山明子です。6月25日土曜日、入山明子のつれつれ日記。今日はつながる土曜日で、13時30分からは FM チャッピー、そして入山は今日はちょうどその時間からテレビの収録があり、聞くことができませんでしたが、お聞きくださった皆様ありがとうございます。聞いたよという連絡をいくつかいただきました。今日は歌の良さ、年齢、ジャンルを超えてみんなで楽しめる素晴らしいものだなと感じました。さあ、それでは昨日の返事をお返しします。金崎真紀子さんです。明子さん、こんばんは。なんか謎のレッスン、いつかぜひ聞きたいですね。新曲かな。明日は群馬県ですね。頑張って、暑い中熱中症に気をつけてご活躍ください。ではゆっくりお休みください。おやすみなさい。ファイトをといただきました。アバターの真紀子さんがかっこいいですね。 DJ です。金地区さんです。スタンプいただきました。田中てるみさんも、あ、これアバターの同じ、真紀子さんと同じタイプの DJ になってますね。かっこいいですね。小田切隆夫さんです。おはようのスタンプいただいてます。おはようございます。稲葉幸恵さんです。おはようございます。今日も素敵な笑顔で頑張ってください。ママさん、ブダさんが大きなハート出しています。そして沖島はるみさんです。あきこさん、おはようございます。今日はカラオケチャンネル収録、気をつけていってらっしゃい。頑張ってくださいね。今日も綺麗で変わったお花の投稿、癒されて楽しい、嬉しいですね。ありがとうございます。アバターもはるみさんですね。お花のたくさん種類があって、一度にこう見るととても綺麗で癒されますね。笠原さんです。おはようございます。暑い日の連続、暑さをしのぎながら頑張りの土曜日を、今日もよろしくですといただきました。ありがとうございます。山木さんです。写真をですね貼ってくださってます。加藤昌司さん、おはようございます。素敵な一日になりますようにといただいています。ありがとうございます。松崎聖子さんです。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。いつも綺麗な花、ありがとうございます。心癒されますといただいてます。花束のスタンプもいただきました。浜田時子さんです。こちらもスタンプをいただいています。木中さんです。おはようございます。お疲れ様でした。紫陽花と朝顔でしょうかね、2種類のお花が一度にお写真に収まっています。西山秀子さんです。おはようございます。今日のあきこさん、お茶目で可愛い、思わず笑っちゃいました。あきこさん、頑張り屋さんだからきっと大丈夫です。そのチャットを驚かせてくださいね。カラオケチャンネル収録、気をつけていってらっしゃいませ。良い土曜日でありますようにといただきました。今日も暑い一日でした。気温がかなり上がったようで、ニュースでも流れていましたね。群馬が日本で一番気温が高かったみたいですよ。満月てるおさんです。あこちゃん、おはようございます。昨日は暑い、梅雨がどこかへ、真夏の陽気、元気ですか。歌のレッスンお疲れ様。今日は群馬テレビ、テレビ収録頑張ってきてくださいねといただきました。本当に暑さが本格的になっていますね。塩田さんです。鹿児島県出水市からおはりんりんといただきました。ありがとうございます。伊藤明美さんです。暑さ対策しっかりと頑張って、ワンとブケ丸と書いてありますね。ブケ丸くんの写真を一緒に貼ってくださってます。森沢隆さんです。おはようございます。今日は晴れ渡って暑くなりそうですね。この時間からかなり気温が上がっています。群馬テレビの収録を気をつけていってらっしゃい。ありがとうございます。帰りが自己渋滞で混んでいて、下の道を走って帰ってきました。
中垣さんです。おはようございます。素敵ですね。素敵なお花ですね。綺麗ですね。お疲れ様でした。またなといただきました。柴谷富子さんです。あきこちゃんこんにちは。暑い中気をつけてお出かけくださいね。明日は1ヶ月ぶりで皆さんとお話していきますね。楽しみ。今日も元気で暑い暑い一日を乗り切りましょうね。皆さん人生七曲がりを一度聞いてみると落ち着きますよ。なるほど、明日はライブですのでまた皆さんと、楽しい時間になるといいなと思ってます。牧野明光さんです。あきこさん皆さんこんにちは。今日は朝から暑くて外で少し動いただけで汗が止まらないくらい暑いですね。梅雨はどこへ行ってしまったんでしょうね。山梨はもう梅雨明けになるかもしれないみたいです。今日は群馬テレビ収録、暑い群馬、熱中症対策万全で元気笑顔で頑張っていってきてください。人生の七曲がり、義理と情けと愛を乗せて走れ走れ突っ走れ流行り歌、みんなで応援してます。ファイトをといただきました。アバターを歌っていますね、牧光さんが。さつきさんです。スタンプをいただきました。さあそしてアメブロにコメントいただいてます。石田和之さんです。あきこさんこんにちは。 FM チャッピーで今日も昭和歌謡を懐かしく聞かせていただきました。来週も放送を楽しみにしております。梅雨が明けたような猛暑になりました。どうぞお体を大切になさってくださいといただきました。石田さんまた、お聞きいただいてありがとうございます。来週も引き続き昭和歌謡ですので楽しんでいただけると思います。管理人森沢さんです。レッスンお疲れ様でした。継続は力なりと言いますので公開の日を楽しみにしています。つながる土曜日を FM チャッピー楽しみにしています。元気に笑顔で素敵な一日をお過ごしくださいと、いつもご丁寧にねコメントいただきます。ありがとうございます。さあそれでは、YouTube のチャンネルにお返事を返しますね。こんばんは。声が出ました。牧野和恵さんです。咲子さんおはようございます。先日の浦安とても楽しかったです。ルンルン気分で帰ってきました。ありがとうございましたといただいてますね。YouTube にコメントいただいて嬉しいです。和恵さんありがとうございます。鋼チャンネルさんです。おはようございます。つながる土曜日 FM チャッピー、今週も仕事の合間にしっかり聞けそうです。群馬テレビ収録、安全運転で、そして熱中症にも注意しながらお出かけください。21日、これは何の数字かというと、脳内に新しいシナプス回路が形成される日数だそうです。レッスンを楽しみつつ頑張ってください。なるほど、そういうことがあるんですね。継続は力なりですね。続けていってみたいと思います。入山愛子施設応援隊さんです。あっこさんこんにちは。暑い毎日お疲れ様です。今日はつながる土曜日、急いで帰宅、お風呂に入りながら FM チャッピー聞いてました。楽しくバスタイム。そして今日は群馬テレビ収録、気をつけて移動されてください。放送日楽しみにしてます。いってらっしゃいといただきました。ありがとうございます。両銀香織さんです。こんにちは。今日も暑いです。 FM チャッピー懐かしい曲がかかりますね。あきこさんの謎の練習お披露目が楽しみですねといただきました。ありがとうございます。今日も三重県の両銀さんからの素敵なお花、山口県の駅長さん、そして山口県の古浜さんから頂戴しました。ありがとうございます。それでは明日はつながる YouTube 健康講座的つれづれライブになっています。同じく19時からの開催になりますので、お待ちしております。さあそれではおやすみなさい。信じて壊された普段
夜だ。